注意。イタリア人たちはこの黄金のことを本土へ報告しないことを望んでいます。我が国に横領されたくないからであろうな。彼は何と？日本が黄金を横領するのを恐れているから報告されたくないのだろうと言っている。少尉はむしろイタリア本国に知られることを恐れているわ。私たちにとって今の祖国は連合国の傀儡政権。彼らに知られれば黄金は返還することになる。しかしそれは私たちの敵に黄金を渡すようなもの。後ろ宮、イタリア人たちに提案せよ。我々は協力を申し出たいとな。協力とは？イタリア人たちの言い分はこうであろう。彼らはその黄金を祖国に知られることなく隠したいわけだ。しかしこの島から運び出そうとすれば輸送船を手配せねばならなくなる。そうすれば本土に知られ、さらにはイタリア本国にも知られることとなる。そうなります。つまりあの黄金はもう六軒島からは運び出せない。この六軒島基地は誰も知らぬ秘密基地だ。近隣の島民たちはこの島を不吉な無人島と信じて近寄りもしない。言っている意味がわかるか、後ろ宮。彼は何と？前にも話した通り、この六軒島基地は誰にも知られていない。見ての通り、戦略価値は何もなく、上層部にもすでに忘れられてる。注意はこの島に黄金を隠してはどうかと提案したいみたいだ。激しく議論しているわ。他に手はないという者もいるし、それでも祖国に忠誠を尽くすべきだという者もいる。少尉は板挟みになってるわ。我々が協力すればあの黄金を厳重に隠すことができるぞ。幸いなことに廃棄された地下壕が長々とこの島の地下を横断している。この島の地下に黄金を隠して埋めれば誰にも発見できないと言ってる。現実的な申し出だと議論してるわ。でも日本人の手を借りるのに抵抗を感じてるみたい。議論が難航しているようです。議論の余地などあるのか、イタリア人。我々の協力なくばあの黄金は隠せんぞ。まさかいつまでも波打ち際に積み上げておくわけにもいくまい。アンジェロ少尉は黄金のことを知る人間を最小で抑えたいみたい。日本人は信用できないけど、山本中尉の申し出が今は最善と見てるみたいよ。でもいぶかしがってるわ。何を？10トンの黄金を隠すという労力の提供と守秘義務を彼らが本当に無償で提供してくれるのかとね。五分と五分だ。注意、それはまさかあの黄金の半分を我々によこせ。それを手間賃に残りの半分を厳重に隠してやろう。半分をよこせと言ってる。本来なら断りようのない話だ。8割を要求してもおかしくない。それを敬意を表して五分と五分にしようと提案しているのだ。これは我々だけに優位な話ではない。イタリア人たちが外部にこのことを漏らせば、全ての黄金は日本かイタリアに接収されるだろう。我々には1円たりとも転がり込んでこない。我々は全員が共犯でなくてはならない。全員に着服の共犯になれと言ってる。注意はすでに軍人としてでなく個人として話をしている。なんてこと。黄金に目がくらんだのね。あのまま山積みにしていれば、やがて本土から来る向かいの連中の目に嫌おうなく入る。そうなればここにいる誰もが得をしないぞ。我々の申し出を受けて早急に黄金を隠すべきだ。アンジェロ少尉は日本政府やイタリア政府にはどうしても知られたくないみたい。彼は自分が与えられた任務に最後まで責任を持ちたいみたいよ。つまりどういうことだ。何割かを口止め料として与えてでも島内に地中深く埋めることを望んでるわ。もちろん下士官たちには異論もあるみたい。5割は問題外だと憤慨してるわ。後ろ宮、イタリア人たちの感触はどうだ。彼らも黄金がこれ以上の人目につくことを望んでいないようです。しかし取り分に異論があるようです。少尉は1割ならば検討できると言ってるわ。無論山本中尉がそれで納得しないだろうとも言ってるけど。後宮、イタリア人の返事はいかに。1割なら検討すると。1割、それはつつましやかな提案だ。いいだろう。なら1割を譲ってやろう。しぶろくだ。これ以上は譲らんと伝えろ。疑問だ。アンジェロ少尉が誰にも黄金を渡したくないなら、沈みゆく潜水艦に任せて沈めればよかったはず。どうして荷揚げを。考えたくはないけれど、命令が遂行不能になった時点で少尉はこの黄金を横領することを考え始めたのかも。彼は今下士官たちに軍人としての意見と祖国に家族が待つ一個人としての意見を聞きたいと言っているわ。堅物の下士官たちが激高してる。奴らの返答はいかに。後ろ宮、ビーちゃん、周囲が返事を求めてる。考える時間が欲しいと言ってるわ。私はあなたと話せたから気が紛れてよかったけれど、他の人たちはそうじゃないの。とても長い航海の果てに大勢の仲間を失って極限状態でここにいるわ。唯一の心の拠り所だった任務ももはや喪失してる。どうすればいいのか彼らも分かってないの。注意、彼らは時間が欲しいと言っています。いいとも、大いに議論したらいい。しかし時間はないぞ。隠すとなったら時間と手間がかかる。明日の正午までに結論しろ。以上だ、イタリア人ども。回答期限は明日の正午だそうだ。周囲、まるで脅迫だ。少尉は全員の意見を聞くと言ってるわ。感触は多分難航するわ。少尉自身は山分けもあり得ると考えてるみたいだけど、下士官や他の仲間たちは多分反対するわ。みんなこの極東までの航海で大切な仲間を大勢失ってる。彼らは頑なに祖国への忠誠を貫きたがってる。注意の申し出は断ると。断ってもどうせ黄金は誰かの手に渡るわ。何も残らないならせめてインゴットの一本ずつでも密かに持ち帰ろうという少尉の言い分に同調者も出そうだけど、こういう時の男って勢いだけが迷走するわ。私も見当がつかない。イタリア人たちの胸中は複雑でしょうね。彼らにとって降伏後のイタリアは敵国同然だろう。黄金をそのイタリアに返還するのは彼らの長い旅路を全て否定するのと同じだ。しかし黄金を着服して山分けすることも彼らの旅路の否定になります。彼らが義理立てすべき祖国はすでに滅んだ。その時点で彼らの旅路の意味などもう失われてる。気の毒な話だ。どうせ意味のないことならインゴットの一本でもありつけた方がまだマシだと。損得感情で言えばそうなる。そうならねえのが男ってもんだがな。反対です。死んだ戦友たちのためにも断固軍人魂を貫くべきです。貫くとはどういうことか。この島に黄金を隠せということか。東洋人たちの申し出を受けろということか。東洋人たちは信用できません。特にあの山本という男、断じて油断できません。黄金を荷揚げして日本人たちに見られたのはやはり失敗でした。艦と共に沈めるべきでした。日本人の基地で沈めてどうする。やがていつかは引き上げられる。隠したことにはならない。いずれにせよこの島から黄金を誰にも知られずに運び出す方法はない。洋上で名誉ある自鎮を選んでいたらこんなことには。艦のダメージが致命的だったことがあの時点で分かっていたら、どうしてあの時少佐は日本軍に救援要請を。日本軍にこの黄金のことを知られたら少佐はどう任務を遂行するつもりだったんだ。少佐が救援要請を出した時点で我々の任務はもう失敗していたんだ。諸君にも祖国で待つ家族がいるはずだ。そして極東の島国までよく航海に耐えた。それに対するこれは正当な報酬なのだという考え方もある。あの時日本人に助けなきゃ絶対に反対だ。死んだ親友たちが浮かばないでこんな目に。少尉、日本人が友好的でない場合、我々は最終的解決手段を辞さない覚悟が必要です。伍長、最終的解決手段とは何か。日本人たちはたるみきっています。実戦経験もない腰抜けばかりです。我々は精兵です。すでに基地内の間取りのほぼ全てと日本人の人数、配置状況は把握しています。少尉の命令があれば短時間で制圧できるでしょう。戦闘員と思わしきは山本を含めて数人程度、残りは軍属の作業員風情です。上辺の人数は日本人が上ですが、実質兵力ではこちらが優位です。日本人を殺せば迎えの船が来た時、それをどう説明する。ごまかしようがないぞ。死体さえ見つからなければどうとでもごまかせます。少尉、この基地を制圧するのは容易です。山本以下主要な兵士数人を殺してみせれば、あっさりと作業員たちは降伏するでしょう。彼らに黄金を運ばせ、地中に埋めましょう。もちろん、彼らの口は永遠に塞ぎますが。日本人たちを皆殺しにするということか。殺しましょう。全員殺せば黄金のことは誰にも知られずに済むのです。グラナダー不発！くそったれ！不発だ！イタリア人どもを殺せ！殺せ！殺せ！応戦しろ！各地自由発砲！ジーノ！クソ！肺をやられてる。助からない。幸運な犠牲だ。あの手榴弾が不発でなかったら全員死んでる。少尉、ご命令を。やむを得ん。日本人は殺せ。注意、あいつなできます。この連中ただの船乗りじゃねえなるほど、黄金の番人を任されるだけの兵士ということか。人数はこちらが上だ。焦らず囲んで殺せ。イタリア人狩りだ。平岡平蔵、田島君、何があったんだ。逃げろ！殺される！田島君ちゃった。知らなくていい。そこにじっと隠れていろ。同胞が呼びかけるまで出てくるんじゃない。イタリア人の声が聞こえた。そこにいるぞ。くそ、誰、東洋人め。逃げろ、森の中へ隠れ。ルーベス。おやおや、にぎやかではないか。こんなことなら最初からこの女を人質に取ればよかった。今々しい連中だ。躊躇なく銃を拾おうとするとは、イタリア女は実に物騒だ。くそ、二人がかりでしくじりやがって。四地目おのれ。貴様を探していたぞ、アンジェロ少尉。これで全員だな。俺はしっかり貴様らの死体を数えて回ってたんだからな。しっかりして、アンジェロ少尉。それにしても我が六軒島守備隊の情けないことよ。まさか私以外は全員死んだのではお前。やれやれクズども。女を盾に取らなきゃ戦えない。人手なし。離して。静かにしろ。イタリア女は実に騒がしい。おとなしくしてれば命までは取らんというじゃじゃ馬を飼いならす趣味はないのでな。貴様は死ねえ。注意、彼女は無関係だ。離してやれ。ん？後ろ宮か。おう、生きておったか。彼女を離せ。苦しがってる。貴様であろう。イタリア人どもに攻撃があることを密告したのは何の話だ。貴様のせいで奇襲が失敗してこのざまだ。この裏切り者め。貴様がこのイタリア女を通じて内通していたことはお見通しよ。あなたが黄金に目がくらんだからこの事態を招いたのではないのか。逃げて金蔵。この男は命乞いしてる人も撃ったわ。あなたも撃たれる。しゃべるなイタリア女。もう一度口を聞いたら容赦なく撃つぞ。よせ、やめろ。彼女は何の関係もない。ああ、銃を上官に向けるとはどういうつもりか。頭を冷やせよ愚か者め。私とお前で口裏を合わせればあの黄金の山は私たちだけのものではないか。私一人では少々をくすねるくらいしかできんが、お前と二人でならもっと多くの数をくすねることができる。上官面をするつもりはない。男同士二人できっちり山分けしようじゃないか。五分五分に分けようと言ってあなたは彼らの寝首をかこうとしたのではないのか。後ろ見どうやら貴様は黄金より鉛の方がお好みらしいな。金蔵、僕も。貴様、もう。見て、このクソアマが死ねえ。貴様。あんたがあんたの都合で大勢の命を奪ったように、私も私の都合であんたの命を奪う。金蔵、なの？てっきりあなたが撃たれたと。あ、ビジェ、怪我をしたのか？あばらが痛むわ。その人でなしが激しく踏んだものだから。大丈夫か？折れていなければいいんだが。これくらいで折れるほどイタリア女はやわじゃないの。でもありがとう、あなたは命の恩人だわ。あなたが来なければ私はきっとそこに転がっていたわ。あ君を病院へ運ばなければならない。君が思っているより傷が深かったらいけない。知らなかった、この島には病院もあるのね。ない、隣の島へ船で運ぶ。君は病院へ、私はこの島での出来事をうまく片付けないと。とばっちりで軍法会議者だ。頼みがあるの。私を病院へ連れて行かないで。どうして？病院へ行って大使館に連絡が行けば、私はやがて本国へ送還されるわ。そしてきっとあれこれと尋問を受けるんだわ。私はママを見殺しにした奴らを自分の祖国とは認めないの。もう私の帰るべき祖国はないの。ここが私の終点だから、もう私はどこへも行きたくないの。私に優しくしてくれたアンジェロ少尉もルーベンスもみんなみんな死んでしまった。だから君までここで死ぬと。イタリア女はやわじゃないんだろ。生きるんだ。ねえ金蔵、生きるってどういう意味？あなたが教えてくれたはずよ。生きるってのはただ息をすることじゃないわ。私はイタリアへ帰りたくないの。ビーチェ、あなたは私と出会うまで死んでいたと言ってくれたわ。でもそれは私も同じなの。潜水艦の中で私は死んでいた。祖国も滅び、ママも死んだ、パパもね。私はこんな船沈んでしまえと願ったわ。だからここにたどり着いた時、実は死に損ねたとがっかりした。その矢先よ、少尉が英語がわかる者はいるかと騒ぎ出したの。私は祖国も家族も友人たちも失った私をあなたにさらってほしいと願うの。ピーちゃん。でもそれは叶えられない望みだとも分かってる。ならばせめて迎えの船が来るまでの数日間をあなたと一緒にいたいの。胸の痛みなんて気にしない。だって迎えの船に連れ去られたら私はもう死んでしまうのだから。お願い銀蔵、迎えが来るまでの数日間でいいから私をさらって。その願いを叶えられない。育児なし。やっぱり日本の男は軟弱だわ。そうだな、私は育児なしだ。だから君の願いは片方しか叶えられない。片方とは？迎えが来るまでの数日間でいいからの方は叶えられないということさ。え？どういう意味？君をさらう、そっちを叶えることにした。金蔵。君は魔女だな。黄金の魔女だ。ええ、黄金の魔女よ。みんなと同じレシピで作ってるのに、私だけがパスタから消し炭を生み出す錬金術が使えるの。あなたと同じく私も、あなたがいてくれる限り生きることを許される屍。あなたがいなくなったら私はすぐにでも死んでしまう。死なせない。本当に？絶対に。だってね、責任。だってあなたは私をさらったんだから。そうですか。金蔵さんがそこまで話しましたか。では、まさかあなたなのですか？おじい様がベアトリーチェを連れて行った新島の医者というのは。驚くに値しねえ。新島の医者って時点でピンとくる。突然海軍の兵隊さんが外国人の女性を連れて現れたのです。驚きましたとも。しかもその上、軍機なので秘密で治療しろというのです。それがおじい様との初対面だったのですか？そうです。それが金蔵さんと初めての対面でした。黄金で言いなりになった欲深な医者ってのもお前のことなのか。これは手厳しいですな。突然外国人の女性患者を連れ込み、軍機だから秘密にせよと言い、治療代は必ず持ってくるから担保にと言って黄金のインゴットを差し出す相手ですぞ。厄介事はごめんでした。しぶしぶとですとも。確かにそれもそうですね。でも南條先生はベアトリーチェをかくまってくれたんですね。金蔵さんほどではありませんが、私にも英語の心得がありました。二人の会話を漏れ聞き、二人が決して厄介な何者かでないと確信したからです。もちろん、インゴットに目がくらまなかったといえば嘘が過ぎますがな。私も今よりは若かったものですから。その後、彼女は？しばらくの療養の後、後ろ宮家の使いの方が来て、小田原に移すとおっしゃいましてな。引き取られていきました。おじい様が自分で迎えに行ったわけではないのですか？金蔵が同六軒島の事件を言い訳したにせよ、しばらくの間は自由には動けなかっただろうよ。ですな。軍をごまかすのが金蔵さんの人生で一番の大勝負だったと言っておりましたな。ベアトリーチェは小田原に行って、それから使われていない別荘の一つにかくまったと聞いています。当時の金蔵さんにはもう家族がおられましたからな。そこはうまくやられたのでしょうな。クワドリアン以前から二重生活はお手の物だったというわけだ。さっ。何してるんですか？お尻におできでも？ちゅ。それから、ベアトリーチェはおじい様の保護で、別荘でいつまでも。平穏に、つつましやかに暮らしたと聞きます。それからしばらく経ってからでした。彼女に金蔵さんとは血のつながらない娘がいることを聞かされたのは。その娘こそ、クアドリアンのベアトリーチェか。金蔵さんの前では気丈に振る舞われていたそうですが、お気の毒なことです。まさか亡くなったんですか？驚くな。金蔵はその娘を生まれ変わりと信じたんだぞ。心をないがしろにするんじゃねえ。推理は可能だ。そうですね。失礼。私は金蔵さんが彼女と過ごされた小田原の数年間を知りません。しかし、その後の今日までの金蔵さんを見れば、ほんの数年間であっても、彼がいかに彼女を深く愛したか、伺い知ることができるでしょう。そうですね。そして、その娘のためにクワドリアンを作ったというわけか。金蔵さんは潜水艦の黄金を元手に巧みに立ち回り、たちまちのうちに財産を築き上げていきました。また、持ち前の英語力を生かし、GHQ に強いコネクションを作って、みるみるうちに大富豪となられたのです。この辺は、リオンさんに説明する必要はありますまい。ええ。その莫大な財産で、六軒島を買い取り、屋敷を建てます。小田原の親族たちは、無人島を丸ごと買い取ったおじい様を酔狂だと笑ったそうです。10トンの黄金がポケットに収まる大きさだったなら、金蔵も島を買わなかったろうよ。ですな。そして、後ろ宮家の黄金伝説が始まるのです。インゴットには、片翼のわしが刻印されていたと聞くが。片翼のわしというよりは、片翼に見えてしまうわしというべきでしょうな。それはどういう意味ですか？ヨーロッパに多いでしょう。翼を広げたわしを紋章にしたものは、サロ共和国の国旗にもわしが、いやいや、鷹でしたかな、が刻まれています。刻印が薄かった、あるいは粗雑だったということか。そうです。戦時下の粗雑な刻印でした。本来は翼を広げたわしの紋章が刻印されるべきだったのでしょう。それがちょうど斜めに断ち切ったように半分薄れて消えていたのです。翼を広げたわしが半分消えて、それが片翼のわしに見えた。金蔵は自分の運命を大きく変えたベアトリーチェの黄金に片翼の鷲を見て、それを自分の紋章とすることを決めたに違いあるまい。果たして正しく刻印されていたなら、それは共和国旗の鷹だったのか、それともまさか相当の…いやいや、そんなまさか。あの莫大な黄金の山の前で、金蔵さんと杯を傾け合いながら黄金ロマンで夜を明かすのは、なかなかに楽しいことでした。もっとも、金蔵さんはその刻印から黄金の出所を探られることを嫌いましてな。外部に持ち出す黄金には、わざわざ自分の片翼のわしをデザインした別の刻印を打ち直していたようですが。お前には見せるだけだったのか。金蔵もケチだな。無論大富豪になった後、金蔵さんは再び私のもとへ訪れ、未払いだった治療費をしっかり払ってくれましたとも。治療費にはちと多すぎましたのでな、ちゃんとお釣りを払いましたが。それ以来おじい様と交流を？そうです。金蔵さんは私が秘密を守ってベアトリーチェをかくまったことをことのほか深く感謝してくれましてな。おじい様はかつての小田原の親族たちは欲深の嘘つきばかりだとおっしゃっていました。南條先生の義理堅さが嬉しかったに違いありません。おじい様のような方がどうしてあなたにだけは心を開いたのかわかる気がします。私にも多少の異国趣味とチェスの趣味がありましてな。金蔵さんとは以来息を統合しまして、こうして細々と、しかし気づけば随分と長くお付き合いをさせてもらっています。大きな金を扱うやつほど小さな金にもきっちりしてる。治療費以上をもらおうとしなかったあんたの律儀さに惹かれるところもあったんだろうよ。とんでもない。大きなお金に怯えてしまっただけです。後になってから後悔しましたとも。どうにも昔から肝が小さいものでしてな。そんなことはね、肝は十分に不定さ。そうでしょうか。お世辞でも嬉しいですね。世辞じゃねえ。大した肝っ玉じゃねえか。義理がたいのがお前の性分なんだろうよ。それしか取り柄がないものでして。おじい様は良い友人に恵まれたと思います。